やらかしました。ケーキ買ってないや。ケーキを買い忘れた。今日誕生日なんですけど、俺のグッズとあとドラゴンクエストの映画公開と僕の誕生日なんで3点セットなんです。3点セット。起きた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 、おはよう、起きた起きてこんなテンションやついねえよ。起きたわ、めっちゃ寝たわ、眠いもん、寝不足だよ、最近寝不足なんだよね。本当は二度寝したいんだよね。だからでも今日はドラゴンクエストの公開日なのでテンション高く起きていきたいと思います。ちょっと噛んじゃってそうになっちゃった。もう一回やっていい、今のもう一回やっていい。ドラゴンクエストの公開日だから見に行かなきゃ。現在5時半なんですけど、生放送中です。俺から見てる画面はこんな感じです。一応生放送中なんでコメントが映ってます。はい、ちょっと机周り汚いんですけど、恥ずかしいんですけど、こんな感じでした。映画館に行きました。あれです、映画です。はい、ドラゴンクエストが今日公開なんですけど、ドラクエ5のユアストーリーってやつが今日公開されるので楽しみです。これから見たいと思います。なんか花火、今日横浜開港じゃない？今日さ、すげえラッキーじゃん。ちょっとしか見えない。あのマンション邪魔だな。あー、きれい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 。すげえ、めっちゃいいじゃん、俺。ラッキー。おお。爆発してるみたいじゃん。火事みたい。あっち。あっちいいよ、外。あっちいいよ。ケーキ買い忘れたんで、コンビニに買いたいなと思います。ケーキ買うべ。はい、ケーキを買ってきました。コンビニじゃなくて、これは駅前のケーキだね。駅前で売ってたケーキを買ってきました。ちょっと開けますね。ケーキ買いに行くだけなんだけどね、すごい暑かった。今日暑いよね。てか今も暑いよね、夜。おお、髪が出てきた。これどこのケーキ？横浜、わかんない、読めない。横浜のケーキですね。ちょっと開けてみます。お、ご対面。どうやって開けんだ？じゃあ俺の買ったケーキこれです。ドドン。はい、ショコラケーキ。うわ、大事なとこ隠れてる。大事なとこ隠れちゃってるよ。ちゃんとね、あのうなぎって名前つけてもらったんですよ。大事なとこさ、取れちゃった。せっかくさ、俺恥ずかしかったんだけど、うなぎって言ったの、あのお姉さんに、店員さんのお姉さんに言ったんだけど、すごい笑われちゃって。まずうなぎって言ったら、二人いたんだけどさ、二人に笑われちゃってさ、恥ずかしながらもうなぎって言ったのにさ、もう文字がちゃんと映ってないっていう。うわ、悔しいな。なんかせっかく買ったんだけどな。まあということで、あのショコラケーキ買いました。なんかごめんね、上からで。あのケーキってさ、上から見るもんなのかな。なんか上からでごめんなさい。ちょっとろうそく立てていきましょう。24。僕今年24歳になるので2と4のろうそくを買ってきました。はい、24。上からだとちょっと見えないね。
アングル変えよっか。おい、ちょっと文字消えちゃったんだけど。誕生日ケーキでーす。ろうそく全部映したい。はい、火つけていこう。せっかくだし電気切ろっか。うわ、何も見えない。ちょっと何も見えない、何も見えない、何も見えないけど、かろうじてこのライターの火で。じゃあこういうのやったことないや。俺誕生日会とかやったことないからさ、すごい新鮮だこれ。全くこういうことやったことなくて、まさか俺一人でこんなことするとは思ってなかったな。OK、 24に着いた。さあ、あと1本。着いたーよっしゃー、ケーキ着いたぞ。あ、違う、ケーキじゃない、ろうそくか。ろうそく着いたぞ。じゃあちょっと、一曲いいっすか。うなぎの24歳誕生日をお祝いしまして、一曲歌いたいと思います。Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear うなチャンネル。 Happy birthday to you. Are you me? Me! なんか焦げたか知らんけどさ、めっちゃ燃えて煙出てるんだけど煙がカメラに映ってるんだけど。